こんにちは、本間修です。今日は、僕がプロのオーケストラに、エキストラで客演した時の、その日のリハーサルにや本番に行くまでの朝のルーティーンについてお話ししたいと思います。でですね、この間実際にあのプロのオーケストラに乗せてもらった日に、実際のに取った行動を、後日今日ですけれども書き直して説明しています。でですね、これじゃあ今と仮定してくださいね。今だと思って喋りますんで、今朝7時半で朝起きました。そしたら、まず顔洗ってコンタクトレンズつけたりとかして、適当な服をまず着ます。そしたら、とりあえず家の外に出ます。家の外に出て太陽の光を浴びて朝だってことを認識するっていうプロセスがあります。なんでかっていうと、目で太陽の光を確認すると体内時計がリセットされて、その朝だって体が理解するわけですね。それすごく大事です。そうするとそれに合わせて動いてくれますから、それで、2、3分ですよ。本当に2、3分家の外をうろうろしたらまたすぐ帰ってきて朝ごはんを食べますけれども、朝ごはんを食べるときに必ず、食べるって決めてるものがあります。それは納豆、バナナ、ヨーグルト、それから、コーヒーを飲むっていうことが決まっています。で、納豆は、ここに書いてなんか昔から食べてるみたいな感じですけれど、最近食べられるようになったばっかりなんですけれど、もう納豆っていうもう本当に健康食品の王様みたいな食べ物で、昔から食べられるようになったらいいのになって思ってて、最近ようやく挑戦したら食べられたんですね。最初だからまずいと思ってたんですけど、我慢して食べてたら3パック目ぐらいから美味しく感じるようになったんです、で納豆食べます。納豆やっぱりタンパク質とかね、その大豆ってそのやっぱりエネルギーにすごい変わってくれるしでね、いいんですよ。で、バナナも同じ理由、エネルギーに変わるのがすごく早いからバナナがいい。で、バナナにはトリプトファンっていう物質が入っていて、それはセロトニンっていうね、脳内物質を生成する元になっているんですけど、セロトニンっていうのが入ると人は安心するんですよ。安心して精神安定をもたらすんですね。なので、この大事な局面でね、パフォーマーにはとても大事なんですよ、バナナ。バナナはすごくいい。それからヨーグルト。ヨーグルトも同様ですよ。体に良さそうだからっていうだけなんですけど、ヨーグルトも食べます。で、それで僕はコーヒーをどうしても飲みたいんですよ。コーヒーが大好きだから。だけど、僕がカフェインにあんまり強くないのか、体が震えるんですよ。で、緊張していて、わなわなしていればしているほど、余計このカフェインのせいでわなわなするんですよ、僕は。なので、本当は飲まない方がいいのかもしれないけど、でも飲まないとエンジンがかかんないんですよ。だから若干僕はカフェイン中毒なのかもしれないですけれども。で、じゃあ、どうしても飲みたいんですけど、じゃあどうするかっていうと、僕はカフェインじゃなくて、エスプレッソを飲むようにしてます。エスプレッソは量が少ないんですよ、で、味は濃いんですけど、その大きなね、サイズのコーヒーに比べたら、カフェインの量が少ないんですよ、一杯あたりは。で、カッと飲んで、濃いからカーッとね、飲んだって気になるんですよ、余計。で、それでカフェインのいいものだけをもらって、そのカフェインのわなわなをなるべく受け取らないようにしてるんですよ。で、ヨーグルトっていうのは、これね、もう一個食べる理由があって、コーヒーとの相性がいいんですよ。コーヒーで取ったカフェインが体の中を巡って、それでまた落ち着いていくっていう、その瞬間の体の疲労感というのを、ヨーグルトを食べていると軽減することができるんですよ。なので、コーヒーとヨーグルトの組み合わせ、大事なんです、僕は。で、こんなね、ゆっくり朝ごはん食べてぼーっとしてたら、8時ぐらいになってます。で、僕8時になったら音出しして大丈夫なんで音出ししますけれども、こういうね、今日のリハ大丈夫かなと思っているわけですよ。今日の本番大丈夫かなってちょっと不安なんですよ。で、ね、大声奏者にとっての最大の不安はリードですよね。なので、リードチェックがある。その日このね、今日このリードで本当に大丈夫かなっていうチェックするわけですけど、慌ててね、その日やる曲をわーって吹いたりすると余計不安になるんですよ。あとはバラ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 意味のない音出しをしてても余計不安になってくるだけなんですよ。で、僕はこの音出しがもうルーティーンで決まってます。もう何を吹くかっていうのがもう決まってます。これ基礎練ルーティーンではあるんですけど、これこの後動画で見ていただけます。
それはその動画は本当にその日あのプロゲームエキストラ行ったその日の映像ですのでリアルだと思います。はい、音出し決まってる音出しがあって、それでリードチェックをします。だいたいそれも20分ぐらいです。でもここでねリード OK だったらもう20分吹くだけでもうやめます。もうこれ以上吹かない。20分も吹いたらもう十分ウォーミングアップもできるし、リードのチェックもできるし、もう体力温存して20分でやめます。はい、その後、この日はリハーサルがお昼過ぎだったんですよ。お昼過ぎとかが、まあ、15時半から僕の出番だったんですよ。なので、すごい時間があった。午前中ね完全に時間があったんですよ。でなのでゆっくり準備できるので、僕はこうゆっくりとね時間を取ってその家を出る準備をしたんですよ。でだからあの楽器を入れる、リュックに入れる、定期券を忘れてないかチェックする、書類、必要な書類、楽譜一枚一枚ちゃんとチェックする、あの指差し確認ですよ本当に。でチェックして、忘れ物したら本当やばいですからね。リードこれ必要で、リードの工具も何かこう必要なあのもの、最小限かつ十分なので、こう工具が何かなってこうよっきり思い出しながらこう入れていくんですよ。で入れる、しまう、でまあなんかもろもろなんか他にもちょっとしてやらなきゃいけないことありますよね。それをやります。でなんですけど、アートだけ髪整えたり服着たり、まあシャワー浴びたりとかするんですかね、するしますよね。でやるんですけど、テキパキやる、今これやる、今これやる、次これやる、やることが決まっている状態でテキパキやるんですけれども、それと同時にこういう日に大事なのは、全てがゆっくり、全ての動作をゆっくりすること。慌ててこうってやらない、そうすると余計ね脳みそが慌てるんですよ。はい、なのでこういうね大事な局面の日は本当に一つ一つの動作を確認しながらやるっていうことと、それからあの今何をやってるかをね、こう例えば本当歯を磨く、今歯を磨きながらなんかやらないですよ。歯を磨きながらシャツ着たりしない。歯を磨くときは歯を磨くことに集中する、うん、時間はたっぷりあるんだと思いながら歯をねゆっくり磨く、落ち着いて、でそしたら歯磨きに集中する。そしたらなんかもう歯磨き完璧にやったっていう気持ちになりますよね。そしたらなんかこう一個一個こうタスクをねこう達成していくっていうのがこうなんていうんですか、快感なんですよ。あの人間ってそんなにちょっとしたことでもそのタスクをね一個一個ちゃんと着実にね日常のちょっとしたタスクをやっていくってだけでもう達成感を味わうんですよ。で達成感を味わうと自信になるんですよ。本当にちょっとしたことですよ。だけどこれぐらい大きいんですよ。今日はちゃんと準備してきたって思いながらこう電車に乗って向かうのと、なんか慌ててんなと思いながら、なんか忘れ物してないかなと思いながら行くので全然違うんですよ。なので定期パキやることやる決まってるんだけど、ゆっくりやる。はい、もう髪を整える時もゆっくり髪整えて鏡でチェックするとか、そうやってやる。はい、でこの日もだから午前中空いてたんでジムに行きました。その後ジム、まあ近所のジム行って、あのガチで鍛えたりしないですよ。でもそのいつも使ってるマシンでこの筋肉のスイッチを入れるぐらい、本当にもうガチで鍛えたらもう体が疲れて楽器持ったら指震えちゃいますから、そんなにやらないですよ。ストレッチに時間をかける感じ、うん、ストレッチに時間をかけて、まあ、大体合計で1時間、ストレッチに30分ぐらいかけますから、あの始まりと終わりで、うん、1時間ぐらい、そうってやります。でそのままジム行った先でもう一回だからシャワー浴びて、そのまま服着て、それであのそこからそのまま電車に乗って出発しましたけど、その日は、うん、でそれでさ、10時からジム行って、12時20分ぐらいに出発しました。はい、でもしここのリードチェックで万が一あれって思ったら、そのあこのリードちょっと今日やばいかも、これじゃダメかもって思ったら、ここの予定を全部キャンセルして、ここの出発の時間まで家でゆっくりリードの準備ができるようにっていう風に組んであります。はい、でもこの日は幸いリード大丈夫だった、完璧だったんですよ。さすが本場修行って感じですけど、これ大丈夫だった、だからこれが大丈夫、あの何もこれができたんですね。はい、でプロのオーケストラのリハーサルにどのくらい何時間前についてたらいいかっていうのをね、あのこれからプロオケに呼ばれるような音大3年生とか4年生とかは気になると思うんですけど、僕もよくわかりませんけど、あの1時間30分前に来てたらこれではね怒られることはまずないですよ。これで遅刻っていうか、そのなんていうんですか、
あの遅すぎて問題になることはまあまずないですよ、うん、1時間半前に来てればいいと思うんですけれど、あのまあでとは言っても1時間半前だと早すぎる可能性もありますね。あのあ特に早朝とかだとね、1時間半前ぐらいにその会場が開くと、開く場合にはそのオーケストラの方もいろいろね、その会場で準備をしたいわけですから、そこの邪魔になってはいけないわけです。なのでまあ1時間半前だと早すぎる可能性もあるけれども、そこは様子を見て、うん、でも1時間前よりも切った時間にこうね入ってくると、もうなんかこうその会場自体が全体的にもう準備が整ってる、こうなんか団員の人とかもプルプルプルって吹いてるんですよ。そうするとなんかちょっとね、自分がなんとなく自分の気持ちですけど、なんかこうちょっと遅刻してきた気持ちになるんですよ。でもうすでに出席の方とかもういて、もうバリバリ練習してて、そこにこう遅れてから入っていくと自分があんまり気持ちよくないんですよ、うん、でまあで言われないんだけど、出席のその人がね、なんかエキストラなりなんかずいぶんなんか時間になんかあのなんつうのなんか余裕な感じで来たなって思ってるかもしれないじゃないですか、うん、まあ言われないですよ、そんななんか方いないですけど、あの思ってるかもしれないとか思ってるかもしれないみたいな気持ちになるのが嫌だから、1時間半前にはついてるぐらいのつもりで行って、一瞬こう会場の様子見てちょっと早すぎるかなと思ったらまた外出るとかしてます。いつ少なくとも1時間前にはもういつでも楽器ケースから出して、楽器出してこう音出ますよぐらいの感じでスタンバイしてたりですね、うん、という感じであれなんで、リハのこの日はリハは15時30分にスタートするので、14時にはついていたいと思って、多少電車が遅れたとしても14時に着く時間に出るって考えた時に、12時20分に出発すれば大丈夫だなと思ったんですよ、うん、っていう感じで12時20分に出ました。はい、で13時半ぐらいは着いてましたよ。で着いて今うろうろうろってして、で無事リハを終えましたっていうのが、まあ、この日のモーニングルーティンでしたけれども、では、この後ここの音らしい本物のガチの、あの、皆さんに披露するためにやってる音出しじゃなくて、僕が本当にね、自分のその、引き迫ったその音が出るかどうかっていうのを確かめて、その楽器ケースから楽器出して、リードからね、出して、こう本当にその最初に音出しをする瞬間からの映像をご覧いただけますので、どうぞ。前回のね、一昨日のリハーサルでこのリードで吹いたんですけど、この一昨日はすごい軽くて吹きやすかったのに、今なんか異常に重くなってるんですよ。なのであの今日これ多分使えないんですが、つまり、本当に大丈夫だと思っても変わっていってしまうので、リードってなので、本当に2本3本は絶対いけると思ってるものを用意しておかないと、本当にあの1本しかない状態でそれがダメになると本当にパニックって、もうなんていうか精神的に本当に良くないので、あの 2,3 本は大丈夫そうなものが用意できてるっていうのが理想です。ちょっと音が軽すぎるかもしれない。はい。
でも大丈夫、あの機能するって分かったんで、そしたら今日使えそうな、こうでちょっと音出しして、ちょっとこのリードは息漏れするんで、後でラップを巻いた方がいいかもしれない。このリードはその会場が乾燥してたらピュッて開きがなくなるようなタイプのリードだと思うんで、注意が必要だなとか、そういうことを考えてます。ほら、今ちょっと喋ってる間に乾いてもう開きがなくなっちゃうんで、まあ、そういうところがなければいいリードなんですけど、どんどん平たくなっていくんで、これはラップを巻いた方がいいですね。で、こうやって基礎練した間に髪の毛を濡らして、あのね、僕寝癖っていうか、もう毛の癖が強いんで、それを濡らして置いておくんですよ。そうするとなんか癖が生きるんですよ。落ち着きかつ生きるんで、ちょっと整髪料つけて、つけて乾かさない状態で放置しながら練習してると。ちょっとこれあれかな、なんか大きなオーケストラで吹いても全然音が聞こえないかもしれないから、これじゃない方がいいかもしれない。ソロだったらこれでいいけど、こっちの方が息は入りますね。これでこう、はい、もう基礎練っていうか、まあ音階みたいな音出しのやって、でレラ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 、これがこれをやるんですけど、毎日毎日やるんですけど、整うまでやるんですよ。整うまでやるんだけど、今吹いてちゃんと最初からこのリードがコントロールできてるんで、もう基礎練の必要はないと思います。このまま、体力温存してリハ会場に向かいます。でですね、僕楽器はあの必ず2個持っていきます。はい、リハーサルの会場に着きましたけれども、どんな感じで、ね、会場入りするかっていうと、あの
入るとまず、まあ、守衛さんみたいな方がいらっしゃって、そこにあの名簿があって自分の名前が書いてあるので、そこにチェックマークを入れるとあの、はい、中に入れます。まあ、団体とか会場によってはあの首から下げる名札みたいなのもらってそのまま中に入ります。で入るとあの初めて行くオーケストラとかだとどうやって入ったらいいか全く分かんなくて、団員の方見つけて一緒に連れてってもらったりとかするんですけれども、まあ、結構大体地下とかにあって裏口みたいなところから入って入るんですけど、楽屋があったりなかったりして、ない場合は荷物とかあのそのまま椅子に置いて、椅子の周りに置いたりとかして、で楽屋の場合もなんか自分慣れてないとどこ座ったらいいんだろうとか、あのここにいて大丈夫なんだろうかとか、ここで音出して大丈夫だろうかとかいろいろ考えるんですけれども、そうって感じですね。では行ってきます。